日本徳島県鳴門市瀬戸町、道浦瀬戸町道浦は、徳島県鳴門市の大技。2011年12月31日現在、の人口は1073人、世帯数は535世帯。郵便番号は、郵便番号771-0361。鳴門市の北東部に位置する。アザーワイは、島田島内になる。 さぬ山脈頭部と島田島の南西端にあたり、小鳴門海峡に面する。古くは、欠場河浦とも称した、瀬戸町地区の中心的な集落。西尾日出湾、東尾、小鳴門海峡を、内の海に面する本土川の区域と島田島の南西端の区域からなる。大部分を占める本土川区域は、北は瀬戸町北白に、南は瀬戸町明神に接する。 古くから漁業の村として知られている。肘湾を徳島県道183号亀浦港、串木線を通じ、東岸を徳島県道182号瀬戸港線が通る。県道183号線は瀬戸町大島田、瀬戸町中島田、瀬戸町小島田を経て、市内西部に通じている。阿波せ新社は、地アワイにある宇治神で、雨の太玉の命、 大義と姫命の地を祭人とし、徳島県下の神社の中でもその祭事は、民族学的に重視されている。江戸期から明治22年にかけては、万道軍及び、板野軍の村であった。漢文4年より、板野軍に属す。明治22年に、道軍瀬戸村、昭和3年に、瀬戸町の大技となった。昭和22年3月には、鳴る南市、同年5月より、 現在の鳴門市のあざなとなる。江戸時代初期、釣り糸にテグスを利用し始めた漁師がいる。江戸時代の銅裏の漁師は、テグスの導入もあってか、一本釣りの技術に非常に、引い出ており、他国の漁師にもその技術を教えていたことがあった。ありがとうございます。